可愛さと色気がたまりません。元 AKB48 のメンバーで、タレントの板野友美が5月13日に自身のインスタグラムを更新し、自身がディレクターを務めるアパレルブランド、ロジールースの水着を発売することを明らかにした。この日の投稿では、ロジールース初の水着が発売されます。5月16日12時から予約販売スタートと書き出し、ビーチで撮影されたカットを複数枚披露した。続けて、なんと今回は大好きなアラクシーアスタムトップのコラボです。音符水着は3パターンあるよ。ロジールースへの初コラボがモデルさんや女優さんをはじめおしゃれさんに圧倒的に大人げのアラクシーアスタムトップのコラボレーションということで、とっても嬉しいです音符と綴り投稿した。この投稿には、なんと素敵な水着でしょう、ともちんも相変わらずお美しい、可愛さと色気がたまりません、スタイル良すぎから美ボディ最高です、など水着を着るためにボディメイクをしたという板野のスタイルを絶賛するコメントが多く寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで。